形県坂田市のバイク鈴木モーターです。今日はですね、ちょっとやばくないですかこれ。超かっこいいと思ってですね、仕入れをしてみました。当店の販売の在庫の中古車両でございます。川崎の GGR1400 がですね、当店に入荷をいたしました。で、このバイクはですね、どういう風に仕入れたかと言いますと、業者用の仕入れオークションっていうのがあるんですけれども、そこでですね、まあバイク屋しか入れないんですけども、そこでこれが出品になっていて、めっちゃかっこいい。なんか、川崎で青って珍しいですよね。で、カスタムもめちゃくちゃなっていて、いやもうめっちゃかっこいいと思ったので仕入れをしてみました。川崎はですね、GGR1400 っていうのと、ZX14 っていうのと、ZX14R っていうのがですね、もうあるんですけれども、結構、ZX14R がですね、今どんどん値段上がっていっているので、これですね、GGR とか、ZX-R がつかない14とかですね、今結構値段がですね、落ち着いてきてるんですよ。比較的、こう、お買い得な値段でですね、今出ているので、結構今、狙い目だなと思っていて、まだまだ状態のいい中古車がですね、いっぱいありますんで、非常にですね、こう今、狙い時かなと。14R ってもう100、安くても120万以上しますんで、以上ですね、こういうところの狙い目なのかなと思っております。で、GGR1400ZX14 はですね、ここまでカスタムされてるマシンってなかなかないんですよ。で、それに加えて相場的にはですね、落ち着いてるので、非常にですね、こういういいバイクがお買い得な値段でですね、買えるチャンスでございます。はい。で、こちらのバイクはですね、全体的に総評するとめちゃくちゃかっこよくカスタム、しかも高級カスタムです。まあ、例えばの話、ご納車整備で ETC つけた USB、スマートフォンホルダーとか、例えば、バックステップとか、まあ、いろいろありますけれども、なんかこう、はい、注文20万とかになるようなパーツとかって、なかなかちょっとこう勇気いるじゃないですか。だから、ローンに組み込んでもいいけど、それだけでもうバーン上がったりとか、で、とりあえず、抑えて納車はしたけれども、その後、長く乗りにつれて、ちょっとホイール入れようかなとか、オーリンズのリアス入れようかなとか、フルエキ入れようかなってなると、一気にそこだけで20万バーン飛ぶわけじゃないですか。なんかこう、行くに行けないけど、でも憧れではあるみたいな、最高峰の傘みたいなやつが全部なってるみたいな感じなんですよ。なので、めちゃくちゃ最高です。かっこいいし。で、カラーリングもですね、非常にかっこいいカラーリングになっておりますし、ただですね、外装の方にいくつか、やっぱりこう傷があったりとか、あとは塗装されているので、塗装された、跡がわかるようなところとかが何点かあるので、まあ外装はですね、パッと目すごい綺麗なんですけども、いくつかやっぱりよく見るとっていうところがあるんですけども、その他エンジンも調子がいいし、カスタムも最高状態がいいし、なので外観をあまりっていうか、まあすごい綺麗なんですけども、結構気にされる方からすると、うんってなるかもしれないですけど、そんなに気にしないよっていう中古車なしっていう方はですね、非常に今回お買い得なバイクだと思っております。はい。先にプライスカードを読んでいきますと、カスタムいっぱいになって全部書き出したんで長いんですけども、はい、じゃん。川崎の GGR1400 で、排気量が 1400cc、 免許の種類が大型二輪免許で、車両価格が81万8千に損失でというところでございまして、めちゃめちゃお得だと思います。はい。で、なんとですね、ここに書いてるんですけども、先にお伝えすると、カスタム総額が、ざっとですよ、点数が多すぎて、一個一個正確には、把握できなかったんですけども、安く見積もってですよ、安く見積もって、ざっとで90万軽く超えてきてるので、変な話ですよね。カスタム総額90万円相当のバイクが90万で買えるっていう、車両タダじゃんみたいなですね。まあ、その考え方はどうかと思うんですけども、まあ、そういうような感じですよね。90万以上のカスタムになってて、90万で売ってるみたいなんですね。すごいじゃんそれみたいな感じでございます。はい。で、年式は2011年式で、当店の中古車保証はあり。で、メーターの表示距離が 16,122km なので、まだまだですね、これからどんどんという感じでございます。で、状態がいいのがわかる証拠として、最近まで乗ってたので、令和の2年の5月まで車検がついてるんですよ。まあ、っていうのもあと来月ですけども。なので、今回はご契約いただいて、すぐ車検が切れるというとやっぱり面白くないと思いますので、車検2年ついた状態でご納車をさせていただく諸費用も加えております。はい。登録代行費用15,000円と納車整備費用が50,000円で、自賠責が4月の1日から安くなったので9,870円なので、乗り出しは908,670円に消費税というような形となっております。はい。で、ここを読んでいきますと、ちょっと字細かくて見えないと思うんで、僕口頭でお伝えします。はい。ざっと全部伝えた後でちょっと詳細見てもらいますので、
はい、ゼログラビティのスクリーン、ヘッドライト、ロービーム、ハイビーム、ポジション、フル LED、 フロントのブレーキホース変わってます、フロントのアクセルサイダー K ファクトリーついてます、そしてゲイルスピードのフロントリアホイール、ゲイルスピードにいろいろあるんですけども、タイプ C というタイプのホイールがついております。超軽量ですね。はい、あとはハリケーンのバーハンドルキットもついております。そしてブレンボのクラッチマスター、めっちゃ軽いですよクラッチ、はい、ブレンボのクラッチマスター、そしてバーエンド、データのスクラッチバーエンドですね、はい、クレバーウルフのタンクパッド、そしてフェンダーレスキット、お尻が好き、はい、そしてリアフェンダーが FRP がついております。で、車外チェーン&スプロケット、そしてストライカーのバックステップキット、そしてオーリンズのリアサスペンション、はい、で、K ファクトリーのフレームスライダー、そしてストライカーのフルツさんのフルエキゾスマフラー、やーべえこれ、はい、なんとカスタムだけで総額90万以上というところでございます。はい、当店のお客様でもいらっしゃるんですけども、 14R とかですね、 GGI1100、まあ、あとはやぶさとかを、まあ、いわゆるメガスポーツって言って、あ、ちょうどここ見てもらったら分かるんですけど、これがはやぶさですよね、はい、で奥にあるのが R1000R という感じで並んでいるんですけども、だいたいざっくり言うと SS は車重が200キロなんですよ。まあもちろんもっと200何キロとかあるんですけど、200キロで、ハイブサが250-60キロなんで、560キロハンデがあるわけですよ。で、排気量は 1300cc と 1000cc というところですね。で、まあ一回り大きいんで、なのでメガスポーツって言われてるんですけども、直線はめちゃくちゃ速いし、高速道路も安定するし、コーナリングもバンバン行けるんですけども、やっぱりこう重さがある分ちょっとハンディキャップあるというところなんですけど、結構うちのお客さんでもいるんですけど、じゃあハヤブサを50-60キロ軽くすればいいんじゃんみたいな感じで思う方いるんですよ。はい、確かにその通りですね。お金かければですね、軽くできるんですよ。はい、で GGR もその類なんで、まず純正の液配、そして日本出しのあの大きいキャノン砲みたいなですね、サイレンサー、あれをなくすだけで、あれですよ、あの純正のフルエキゾーストマフラーを多分僕一人でこう全部一気に持っても持てないですもん。そのくらい重いんですよ。で、それをフルで一本のそのチタンに変えると。これ、あれです。フルエキゾーストチタンマフラーって外して、この状態でこう持つと、どんぐらい軽いかというと、こうやってできるぐらい軽いです。持てないのがこんなに軽くできるんですよ。その時点でまず十何キロですよね。軽くなるというところでございますし、ホイールもですね、まあ、なかなかこうバイク屋じゃないと、ホイール裸の状態を持つことってないと思うんですけど、ホイールは純正ホイールって結構重いんですよ。で、2本一気にうーって持つと、あ、いやー、腰で腰でみたいな感じなんですけど、これはですね、もう、人差し指と中指くらいでこう、スーって持てるくらい軽いんですよ。そのくらいですね、まず、バネ下の足回り軽くなるだけで、全くバイクって変わるので、で、それに加えていろいろ軽量化をするっていうところなんで、結構今もう、スーパースポーツの重量に近づいてきているので、めちゃくちゃ面白いと思います。はい。僕もですね、超乗ってみたいですね。はい。そして、この5納車整備費用の5万円とあるんですけども、実際何をするかっていうところなんですが、基本的にはですね、お客様に安心安全に乗っていただけるように、がっちり工場長を中心に整備をさせていただきます。はい。なので、タイヤの空気圧、チェーン調整とは当たり前の話なんですけども、各部消耗品関係をチェックしていって、ダメだったら全部新品に交換すると。はい。だし、フルカールですので、カールもちろん外していって、オイルにじみないかとか、タンクも外して、エアクリーナーボックス、エアクリーナー、スロットボディ、インジェクター、点火プラグ等々もチェックしていって、もう全部ダメだとまず新品変えてですね、しっかりと整備させていただくと。あとは、液類も新品に交換をいたします。当店ではワコーズのケミカル中心に扱っておりますので、ブレーキフルード、クラッチフルード、リアブレーキフルード、ワコーズのドット4に変更いたしまして、エンジンを冷やす冷却水、クーラントもワコーズのクーラントに変えます。そしてエンジンオイルもですね、100% 配合性のいいオイルを使っているので、それを新品に入れ替えさせてご納車させていただくと。で、今回、嬉しいことですね。まあ、お客様にとっては嬉しいことなんですけども、タイヤがですね、前後減ってるんですよ。おかげさまで。はい。なので、タイヤもですね、前後、新品にて、ご納車をさせていただきます。これですね、めちゃくちゃお得なんですよ。なんでかっていうと、このタイヤサイズの、タイヤ交換をバイクショップに普通に工賃込みで依頼するってなると、安いタイヤ選んでも5、6万最低でもしますんで、そう考えるとですね、5万円の OCB の中にタイヤ前後も入ってるという、めちゃくちゃお得だと思います。はい、あとはですね、ちょっと後で見てもらうんですけども、グリップも、ちょっと破れ、
ってるところが一部あるので、グリップもですね、納車整備費用の中に含まれておりまして、これも新品に左右交換をいたしますので、ご安心いただければなと思っております。で、最近ですね、ちょっとシールシャルの方がいっぱいありすぎて、YouTube の撮影がですね、今14台くらい溜まってるんですよ。まだ YouTube で紹介できてないやつが。はい。なので最近はですね、ホームページとか、ウェビックバイクライブとか見ていただくとわかるんですけども、ウェビックバイクライブとかにアップしてる方がですね、もう先にあとアップになってるんですよ。で、それを後でから YouTube で紹介していくっていう風になっちゃってるので、こちらのシャルですね、なんと、インターネットに掲載はもうしてるんですけども、昨日ですね、早速お問い合わせをいただきました。で、逆にですね、お客様の方から、このバイクってネットに上がってるけど YouTube ってまだ撮らないんですかって言っていただいて、あ、ごめんなさい、ちょうど今日撮影予定なんですよ、みたいな感じで話をさせていただいて、お問い合わせをいただきました。で、現状販売でも可能かっていうですね、お問い合わせもあったんですけども、もちろん現状販売も可能でございます。現状販売というのは、プライスカードで見ると、この81万8000円に消費税の金額のみで販売をさせていただく。要は、登録、代行、登録自分でするからいいやっていう方とか、あとは納車整備も自分で整備できるからいいやっていう方とか、あとはですね、稀にいらっしゃるのが、県外のお客様でいつも通ってるバイク屋さんがあるから、そのバイク屋さんにうちから販売をさせてもらって、そのバイク屋さんで整備とか登録を全部してお客様に販売するというような、方も増えております。はい。なので現状販売はもちろん可能なんですけれども、言ってみればですね、仕入れをして洗車をして磨いて各部ちょっとチェックとかいろいろして直すとこ直して今アップはしてるので、がっつり納車整備ってまだしてないんですよね。なのでこのままで販売ってなってしまった時は、まあうちも整備をして、がっつり整備したわけじゃないので何があるか分かんないので、当店の中古車保証はここの部分ですね、この部分はつかなくなります。はい。で、あとは車検2年取得した状態でご納車って先ほどお伝えしましたけども、その車両額の他に車検2年取得分の費用とかも含まれているので、現状となると令和2年の5月までの状態での販売となります。はい。あとはご納車整備費用の5万円の中にタイヤ前後タイヤ交換サービスとか、あとグリップ交換サービスとか、あとは各消耗品関係ダメだったものは全部新品交換するっていうのも費用も含まれているので、もしご納車整備費用の5万円もしないっていうのであれば、現状っていうのであれば、もうこのまんまの状態になってしまうので、そこだけご容赦いただければなと思っております。はい。ではそんな感じでですね、いろいろこう各部カスタム関係を見ていきたいと思っております。はい、どうぞ。はい、まずはですね、ヘッドライトなんですけども、よいしょ。はい、こんな感じですね。ロービームとあとハイビーム、かっこいいですね。はい。で、ゼログラビティのスクリーン、スモーク、セミスモークですね。はい。で、あとはフロントのブレーキホース、ここですね、ここから盤上が赤に変わっていて、こうなってここまで来ていると。で、キャリパーからキャリパーへのホースはノーマルゴムホースとなっております。はい。 K ファクトリーのフロントのアクセルスライダー、そしてゲイルスピードのホイール、これですね、超かっこいいですね。で、グラスコート、ガラスコーティングもなっておると。ホイール注文するときにオプションで頼めるんですよ、ガラスコーティングするって。それもなっております。はい。で、ハリケーンのバーハンドルキット、ここから見てもらうと分かりやすいんですけども、はい。で、後であっち行ったときにブレンボのクラッチマスター見たいと思います。はい。バーエンドデータのスクラッチタイプで、クレバーウルフのタンクパッド、これですね、非常に人気なタンクパッドです。はい。そしてフェンダーレスキットで、リアフェンダーは FRP のブラック。はい。じゃあ今度またこっち来ていただいて、で DID のゴールドチェーンと、これはゲイルスピードのホイール用のサンスターのスプロケットか、サンスターのスプロケットブラックとなっております。おしゃれですね。はい。で、ストライカーのバックステップキットですね。あとはオーリンズのリアサスペンション、これ見えますけども、まあ、さっきあそこにプリロードアジャスターがあったと思うんですけども、それがついております。はい。で、K ファクトリーのフレームスライダー、これですね。で、ストライカーのフレーキチタンマフラー。こっから見るともうチタンの焼き色がですね、エロいですね。非常にかっこいいです。などなど、カスタムストックだけで90万円以上というふうになっております。で、ごめんなさい、またこっち来ていただいて、外観の傷等々なんですけれども、簡単にお伝えすると、こっち側はめちゃくちゃ綺麗なんですよ。フロントフェンダーも綺麗で、アッパーカールも綺麗で、
あとはサイドカウル、そしてアンダーカウル、そして、シートサイドカウル、マフラー等々も全然傷がなくてめちゃくちゃ綺麗な状態でございます。はい。で、今度じゃあ反対側回っていただいて、左側が、またがって左側が数箇所傷がございます。まずはこの川崎って貼ってありますけど、ここのエンブレムのところにちょっと傷が、全然目立たない傷ですけども、ここにちょこっとあります。はい。で、あとこの出っ張ってる部分ですね、塗装の一部剥がれがございます。はい。で、あとはここ見えるかな、ちょっとザザザってあるんですけども、はい、これがあります。あとはタンクですね、ここの部分ちょっとタッチアップになってるのであまり目立たないようになってるんですけども、一部ちょっとこの補修したような跡がございます。あとはですね、サイドカウルですね、結構あるんですけども、あのここら辺なんですよ、傷がザッとあるんですけど、ただ上から同じ通りで塗ってるんですね。なんでちょっと見えないかな、見える見えますかね。はい。ここら辺がこう補修跡がなっておるというところでございますし、ここもですね、ここもなっております。ただまあ本当によく見るとっていう感じなので、補修ちゃんと同じトールで補修になってるんで、そんなに目立たないんですけども、よく見るとそういう風に補修跡があると。あとサイドフィンのここですね、一部削れがございます、ちょっとですけども。はい。あとはフレームスライダーのここが傷がついております。で、あとはフロントフェンダーのここもですね、傷があると。で、これもタッチアップされているので、そんなに目立たないというところでございます。あとはですね、まあおそらくこのカーボンのミラーカバーをこっちだけつけているので、外したら多分ミラーにも傷があるんでしょうねっていうところでございます。片側だけカーボンのこのカバーがついていると。はい。あとはですね、グリップが、まあ消耗品なんでしょうがないですけども、こういう風に破れているので、この整備費用もいただいたら、ここは新品に変えようかなと思っていたところでございました。はい。ではですね、そんな感じとなっております。こっち側の外観がですね、ちょっと傷があるんですけども、それ以外非常に綺麗な状態でカスタムもいっぱいになっていると、非常にお買い得なんですね、モデルとなっております。むしろここの傷がなかったら多分このバイクもっと値段上がっているので、そこら辺はですね、おすすめポイントかなと思っております。では上の方も見ていきたいと思います。はい。では上の方も見ていくと、上から見るとタンクすごい綺麗なんですよね。ここのさっきの傷の部分以外は、はい、すごい綺麗な状態となっておりますし、タンクの中も非常に綺麗です。ほっ、はい、こんな感じですね。非常に綺麗な状態となっております。あ、で、シートの中ですね。シートの中も見ていきたいと思います。よいしょ。一体型のシート。よいしょ。はい、こんな感じで、ここに純正の車載工具とか入るんですけども、まあ、中は空ですね。なので、こう、車検証とかよく皆さん入れてますね。はい。まあ、なんだ、あんまりこう入らないかなっていう、14系は、GGR 系は、はい、感じとなっております。はい、あとはですね、ハンドル周り、こちらでございます。ハリケーンのこのバーハンドルキットですね。これによってすぐポジションが楽になりますし、あとはこのブレンボですね。クラッチマスターとクラッチレバーがついておりまして、めっちゃ軽いんですよ。はい。で、メーターを見ていくと、はい、こんな感じで、今 16,122 キロというふうに記載されておりますし、ガソリンの残量と、あとは水温計、そして走行距離、平均燃費、ギア何速か、時計、あとここは回転数と、これスピードというふうになっております。実際にこれまたがってみると、バーハンドルプラスバックステップなので、調整の幅が広いんですよね。いろんな方に乗りやすくなっておりますし、僕が今乗るとこんな感じというふうになっておるので、非常に楽ですね。で、このポジションにすると絶対作れるために変えたくなるんで変えたんだと思います。結構高くしないと風が来るんで、非常にこれ楽なポジションですね。はい、というような感じとなっております。ではまた戻っていただいて、感じですね、こちらのバイクの紹介をさせていただきました。いや、もう乗ってみたいですよね。僕も非常にですね、乗ってみたい、非常にかっこいいカスタムになってるし、性能面でもグレードアップになってるっていうのが大きいですよね。単にこう見た目だけではなくて、性能としても上がってるというような感じでございますし、オーリンズのリアサスですからね。これ一個何本、はい。で、大体の値段なんですけども、高いところで言うと、ゲールスピード、フロントリアホイールで、コーチング込みで大体ざっくりですよ。ざっくり20万くらいするんですよ。
はい。で、ストライカーのこのフレーキのチタンマフラーは25万くらいするんですよ。で、オーリンズのリアサスで20万くらいするんで、これだけでも恐ろしいですよね。バックステップも5、6万するんで、もう結構恐ろしいですね。はい。で、もう一度お伝えすると、81万8000円に掃除税という車両価格でございます。非常にお買い得ですね。はい。で、こちらのバイクは w e b i c バイクラビの方に掲載をしておりまして、w e b i c バイクラビのこちらのバイクの詳細のページのリンクをこの動画の下に貼っておきますので、ポンとして見ていただけますので、ぜひご覧ください。で、見ていただくと、まこちゃんがですね、このバイクをいろんな角度でかっこよく写真を撮ってくれてますし、あとは詳細の情報や諸費用も載っておりますので、ぜひ見ていただければと思っております。で、見ていただいて、いいなぁと思っていただいた方はですね、在庫確認見積もりって大きいボタンがありますので、そこをポンと押していただくと、当店の方にお見積もり依頼が届きます。で、いただいた情報をもとにバーっとお見積もり作成させていただいて、返信をさせていただくと。で、長くやり取りさせていただいて、ご条件があれば、ご契約というような流れとなっております。はい。で、お下取りもあるよって方はですね、当店では下取り買い取り大歓迎でございますので、ぜひご用意いただければと思っております。地元のお客様とすぐ査定に伺います。はい。で、県外のお客様になかなか査定が難しいという場合はですね、今 LINE で査定ができるという時代ですので、当店の LINE の ID この下に載っておりますので、友達になっていただいて下取り写真をですね、バーッと撮っていただいて、車検証も写真を送っていただくと、それで査定ができるというふうになっております。で、あの県外のお客様なんですけども、最近 YouTube を見て実車を見ないでご契約いただいて、ご納車まで実車を見ないで納車するっていう方がですね、多くなってきました。なので、うちとしてもですね、信用していただけるようにしっかりとですね、動画でいろいろ説明させていただいて、実車が届いたら、なんか違ったみたいな感じがないようにさせていただくんですけども、そういう方が最近増えてきておりますと。で、基本的にはですね、ご納車の時はご来店いただいて、納車式をさせていただいて、で、乗って帰っていただくというふうにしているんですけども、県外のお客様がなかなかご来店納車が厳しいという場合は、お客様のご自宅へ配送も可能でございます。はい。例えば埼玉県深谷市のお住まいのお客様は、配送業者さんに依頼をかけて、うちからご自宅までも可能なんですけども、この配給料と大体4万円くらいかかっちゃうんですね。はい。なので、なるべく安くしたいじゃないですか、配送料は。なので、安くする方法がありまして、配送業者さんに全国に配送業者のデポがあるんですよ。なので、お客さんのご自宅チェックのデポまでで止めておくっていうふうにすると、学校に安くなりますんで、ぜひおっしゃっていただければなと思っておりますし、うちの方でデポも探せます。例えば、深谷市にお住まいのお客さんは深谷デポっていうものがあるので、当店から深谷デポまででこのバイクを止めておく。で、深谷デポに入荷したら、お客さんの携帯に電話が行きますので、配送業者さんから電話が行きますので、電話が来たら1週間以内くらいに取りに行っていただいて、深谷デポから GGR に乗って帰るというふうにするだけですね。だいぶ安くなりますと。なので、下取りもあるよという方で、県外ご納車をご希望、配送ご希望の方は、例えば話、まあ、お下取り車両が、そうだな、10R だとして、10R も青の設定があるんで、10R に乗って深谷デポまで行くと。で、そのまま10R はそのまま深谷デポに預けると、うちに入荷しますので、はい。で、到着しているこちらのバイクに乗り換えて、ジョナサン・レイマバリに乗り換えて GGR 制服に乗って帰るというふうにするだけで、お乗り換えもスムーズにいくのかなというふうに思っております。はい。あとはもう一個メリットとしては、奥様にバレないというですね、 10R の青から GGR の青に変えてもですね、奥様にはバレないということでございますので、ぜひですね、そういうのも考えていただければなと思っております。はい。あとは最後に決済方法なんですけども、当店にご来店いただいて現金でお支払いいただけるもちろん大歓迎でございます。はい。あとはキャッシュレス決済の方も増えてまいりました。あとは当店の銀行口座にお振り込みいただくということが可能ですし、やっぱりですね、総額すると100万円くらいになっちゃうので、超高級高額なので、当店はローンも扱っております。アプラスっていう会社のローンを扱ってるんですけども、アプラスのいいところはですね、100万円分の100万円分の T ポイントが貯まるんですよ。はい。なので、電話でですね、10分ほどでシミュレーションできますので、おっしゃっていただければと思っております。頭金ゼロ、全然大丈夫です。はい。あとはですね、ボーナス払いって言って、月々1万円ずつ払っていくけども、ボーナス付けちょっと多く払う、ボーナス付けちょっと多く払うというのもできますし、あとは最長10年までですね、ローン組めますので、ぜひおっしゃっていただければと思っております。はい。そんな感じですね、非常におすすめの GGR1400 がですね、入荷してまいりました。スタッフ一同お問い合わせをお待ちしております。はい。では、川崎の GGR1400 のご紹介でした。